お疲れ様です。ジャンクスタイルです。今回はホットウィールのね、各通販サイトの予約通りから分かっている4月の発売予定についてね、一緒に見ていこうかなって思うんですけど、って感じで、毎月やってるんですけど、4月、他のメーカーのミニカーも含めてね、ちょっとやってみようかなと。っていうのがね、ちょっとよく分かんなくなっちゃってるんですよね。自分自身。なんでちょっとまとめたんでね、それを動画にしようかなと思ってます。特にトミカ、わけわかんない動きしてるんですよ、今回。だいたい毎月第3土曜日に出て、ちょっとね、ずれたりする分もあったりするんですけど、まあまあちょっとね、見ていきましょう。とにかく変な動きしてるから。4月1日ですね、いきなり土曜日なんですけど、まあ、エイプリルフールだね。今時あんま言わないかな。でも、エイプリルフールかよっていうぐらいリリースがあるんで、まあ、ホットウィールはご覧の通り、ベーシックカー、メインラインと単品販売。プラス、モンスタートラックですね。まあ、ベーシックカーについてはね、ちょっと4月、ちょっとね、弱いかなーって感じなんですけど、まあ、一通り買えればなーっていう感じかな。複数台どうしてもなっていうのもまあまああるけど、まあそこまでねって感じですね。でモンスタートラックなんか毎月出てんな。でも3月のアソートに比べるとちょっと弱いかな、まあ、トゥクトゥクのやつ、トゥクンロールがちょっと人気あるかなって感じですけど、あ、そういやトゥクトゥクなんか日本でね事故ってたね。トゥクトゥクがね日本のニュースに出るなんてなんか珍しいなって思ったんですけど、まあそんな感じでモンスタートラックとベーシックカーですね。で私がベーシックカー回るお店はね、買うときにね、回るお店はサイドラインがほとんど入らないんで、正直きついけどね、お金はきついけど、箱で、予約しました。で3月のモンスタートラックはね、もう箱、速攻でなくなっちゃったけど予約。4月分はね、まだまだありますからね。だからまあベーシックカーがね、専念したいよという方は、箱でね、予約しておくのもいいかもしれないですね。アマゾンなんかでもちょっとずつ値下げになってるから、まあ、ちょっとだけね買いやすいかもしれないですね。トイザラスさんなんかもね値上げしちゃってるからね。トミカの変な動き第1弾ですよ。トミカプレミアム、どうも4月1日発売のようですね。まあ公式オンラインストアと言っていいでしょう。タクラトミーモールさんでも日付決まってるからさ、出てるからね。ホンダシビックタイプ RFD2 ですね。これちょっと意表をつかれたね。しかもちょっとね、人気なんですよね、FD2。昔そんな人気なかったけどね、なんだろう、定番トミカの方、昔出たやつなんかかなり値上がりしててとか、まあ、いろんな空張りの分も値上がりしてるプレミアム価格になってるみたいなんでね。まあ、トミカプレミアムも結構争奪戦じゃないかなと思うんですけど、とりあえず私は、発売記念賞はね、予約してるんですけど、これなんでね、こんな時に出るんだろうね。第3なら第3で合わせてくれればね、まとめて買えるのにね。だからまあ、ホットウィールも集めてらっしゃる方は、ホットウィール買うついでに買っちゃえっていう方も多いかもね。まあ、普段はトミカしか買ってないよっていう方も、第1土曜日からね、動かないといけないですね。大変だね。で第2週ですね、4月8日8日はホットウィールのブールバードのアソート、これまあ3月25日だったかな、最初当初予定がからずれちゃってるんでこの週になってるんですけど、これ同時にトイザラス限定のコルベットの70周年記念のアソートが出ちゃうんで、どうすかね。ブールバード予約できてないよっていう方、まあ今回ダッチバーンとかね、 R34 のシルエットなんかも入ってるし、回ろうかなーって思ってらっしゃった方もトイザラスに行かざるを得なくなっちゃいましたね。まあ、トイザラスのこのアソート系ってあんまり入らないんですよね。2、3ケースかなーって感じなんで、まあ多分たくさん入るとこ入るんでしょうけどね。私がよく行ってるトイザラスなんかは2箱ぐらいかなー。前回のフォルクスワーゲンのさ、アソートなんかも全然揃わなかったですしね。全然っていうかまあ人使えなかったかな、一車種って感じだったんで、まあ、私はトイザラスオンラインの方で、予約ね、しました。私はね。ただこれもね、完売が早かったんで、ちょっと数用意しててよって感じっすね。販売店限定の分に関してはね。なので、店頭売りもね、そんなにないかもしれないね。まあ、ブールバードね、予約できてなくて、どうしても欲しいよっていう方は、トイザラス、コルベットいいやっていう感じだったら、まあ、他回った方がね、人が集中しなくていいかもしれないですね。コルベットのアソート、これ系はね、やっぱコンプしたいですからね。カードのデザイン、これ載ってないけど、結構いい感じなんでね。ただね、コルベットのアソート、よくよく見たらね、そんなにね、まあ珍しいものも入ってないですしね。
私期待してた C8 が C8R の方なんですよね。なんでね、まあまあって感じなんですけど、まあ、とりあえずこの週私はどちらも予約完了済みか。まあ予約できてるとね、ほんと心穏やかに過ごせますね。で、ここまででホットウィールは、ベーシックかミーナイト単品販売、モンスタートラック、3月からのずれ込んだね、ブールバードとコルベットのアソートって感じですが、ここまでなんですよね、とりあえず分かってるのが、予約取りが合ってるのがね、4月8日分までしかないんで、それ以降、4月は5週あるんですよね、土曜日が。3週ね、ホットイールないんですよ。だから、この辺でちょっとそろそろキャンペーン入るかなとか思ってるんですけど、販売店限定はね、トイザラスが入ってるから、どうかな、何かしらキャンペーンがあるかもしれないですね。ゴールデンウィーク前に打つかな、わかんないですけど。だからホットイールしか買ってないよ、集めてないよ、という方はここまでですね。なので、ちょっとね、前半に集中しちゃうんですけど、まあ、集中できるんじゃないですかね。2週目。頑張りましょうね。ホットウィールのブールバードとコルベットのアソートの次の次の日、だからその土曜日の後の月曜日に、マジョレットの、何ドイツ車コレクションですかね、が発売ですね。ドイツ車コレクションとはいえ、ちょっとね、車種があれなんですけど、どうもなんか話聞いてると、皆さんの話ね、コメントでもいただいてたりとかするのを聞いてると、ボルボとヒュンダイ買おうかなって方が多い感じですね。ドイツ車じゃねえし、みたいなね。で、まあ4月10日発売なんですけど、これ、ほら、イオン限定とかね、トイザラス限定とかじゃないんで、おそらくね、九州は1ヶ月以上遅れてかな。だからゴールデンウィーク明けぐらいしか入らないんですけど、まあ、是が非でもね、ちょっと通販で早めに欲しいとか、全部コンプしたいとかいう感じでもないんで、私自身ね。ちょっとこれは、紹介遅れるかもね。で、気に入った車種、まあ、実際見てね、決めようかなって思ってるんですけど、まあ、とりあえず、4月10日はマジョレットの発売ですね。で、第3週ですね、4月15日ですね。もちろんトミカ発売日なんですけど、定番トミカ、フェラーリの SP2 と、引っ越しトラックね。なんですけど、プレミアムがさ、トミカプレミアムが4月1日になっちゃったじゃないですか。でも、フェラーリのセットあったなと思ったら、フェラーリのセットね、第3週の発売じゃないんですよ。私もてっきりさ、第3週、まあ定番トミカと一緒かなと思ったら、カラトミーモール見たらね、日付違ってましたね。まあフェラーリの SP2 に関しては、ちょっと予約ができなかったんですよね。全然カートに入らなくて。なので、まあ店頭に行こうかなと思うんですけど、まあまあね、昔ほどじゃないですからね。昔ねっていうか、私復帰勢なんですけど、まだまだね、ガチで集めてた頃は、ダンボルギーニなんかの発売の時とか、えらい騒ぎでしたけどね。最近外国車がね、なんか、定番トミカ、初回特別仕様があってもね、なんかそこまでって感じですね。逆に日本車の方が、すごい人気だったりしますよね。時代は変わるね。で、トミカは、まあ、定番トミカと、あとトイザラスのジムニーですね。こちらが、まあ、4月15日発売ですね。なので、まあ、普通にトイザラスに私買いに行って、ジムに向かっちゃおうかなという感じですね。まあ、そこまで争奪戦にならないかなと思うんですけど、今回のね、トイザラス限定は、トイザラス限定にしてはって言ったら失礼だけど、いつもね、なんかこう、ね、なんか、外れ引いちゃってる感じなんですけど、トイザラスがね。今回はちょっといい感じなんで、カラーリングもいいしね、ぜひ欲しいですね、これは。で、4月22日、第4週ですね。これ先ほど、言ってたフェラーリのセットが出ますね。22日なんだと思って、ま、一応念のためね、確認してみようかなと思ったら、タクラトミモール確認してみたら、22日になってましたね。だから第4週だよ。まあ、トミカプレミアムのあのセットなので、ちょっとお値段も高めかなと思うんですけど、まあ3台だけですからね、そこまで。まあちょっとずらすんだったらさ、もう第4週はトミカプレミアムの日とか、昔さ、トミカリミテッドの日みたいな感じでやってたじゃないですか。あんな感じでね、固定にしてくれるといいんですけどね。第4週、これわざわざ買いに行かなきゃいけないのかなとか思って、めんどくさいなとか思ってるんですけど、まあ、とりあえずどこかで予約しといて、まあ、例えばホットウィールのキャンペーンが入りましたよ。どこそこで多分ヤマダ電機で限定が出ますよとか、あったらね、まあそこで買おうかなと思ってるんですけど、どうだろうね。まあ、ちょっとホットウィール次第かな。まあ、とりあえず、フェラーリのセット、これ魅力的だね。
え、トミカプレミアムでフェラーリのセット出るの初めてかな。というか、そもそもトミカプレミアムのこういったセットあんま出てないからね。第4週ね、忘れずに買いに行きましょうね。で、最終週ですね、第5週ですね。4月29日はマッチボックスの発売日ですね。ベーシックカーとムービングパーツとジャパンシリーズですか。これね、どれも被りが多いんですよね。ベーシックカーも、なんだろう、毎月出てるんですよね。で、年間100車種らしいので、毎月出るとね、どうしても前後のアソートと被っちゃうんですよね。で、ムービングパーツもしっかりで被りあるし、まあ、マスタングなんでね、いいとは思うけど、あと、ジャパンシリーズ、これひどくないですか？まあ、前もちょっと触れたけどさ、ちょっとね、持ってるのがね、あるね、って感じで、そこまで気合い入れないかな、私自身。まあ、買えればなーって感じですね。あと、トミカみたいな箱にしてくんないかな、ビリビリって破るやつ嫌なんすよね。ちょっと内容的にはね、あれな感じですけど、まあ、マッチボックス出ますね。じゃあ、4月のね、主だったっていうか、まあ、ホットウィールとトミカとマッチボックスとマジョレとか。まあ、いわゆる3インチ系のミニカーの発売予定を見てたんですけど、まあ、この他にもね、いろいろ、いろんなメーカーから出ると思うんですけど、まあ、ちょっとね、そこまでは網羅しきれてないというか、まあまあまあ、いわゆる3インチ系のね、メジャーどころの発売予定を見てたんですけどね。トミカがね、わけわかんない動きしてるからね、ほんと困っちゃいますね。あと、ホットウィールの動きもちょっとわかんないですね。第1週と第2週に固まってて、その後どうなるのかな？キャンペーンかな？去年どうだったっけな、全然覚えてないなって感じですね。覚えてる方教えてください。そろそろあれかな、コレクターズエディションとか配布あるのかな。販売店限定はね、さっきも言ったけどトイザラスあるから、でそろそろウルトラホットがイオンかなで来るかなとか、あと55周年のアソート、今までだとパルクロとか言ってたやつ、あれ山田電機とかね、来そうな感じもするけど、まだちょっとわかんないですね。まあ、もうそろそろね、ホットウィールファンクラブの方の更新もあると思うんでね、そちら発表され次第ね、また動画等々にしたいと思うんですけど、あれもちょっと25日区切りだからね、ちょっと中途半端になっちゃうけどね。って感じでした。特にトミカ、発売日ね、気をつけて、買い逃しがないようにしましょうね。じゃあ、ここまで見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。